第三神道教師、第三神道教師、第三神道教師は、テレビアニメ、新世紀エヴァンゲリオン、以下旧作、旧世紀版及び、リメイク作、エヴァンゲリオン新劇場版や、関連作品に登場する架空の都である。本記事で単に、劇中という単語を使用する場合は、旧作、新劇場版の両方を指す。 2000年9月13日に発生したセカンドインパクト及び同9月20日の新型爆弾の攻撃により首都東京は壊滅した。その復興を断念した日本臨時政府は2001年に長野県松本市を暫定的な首都として第二新東京市と解消して選挙した。その後2004年に国会で第二次選計画が承認され2006年に 将来の新首都、第三新東京市として足の湖北岸、神奈川県足柄下郡箱根町、戦国現地席付近に、推定50兆円の建設費用をかけて215年を、目土に着工した。完成後は、第二新東京市から選挙される予定となっている。しかし、直首都という題目は、特務機関ナーブ、ネルフが、 日本政府の予算で建設するための方便であり、その実態は、首都迎撃専用要塞都市であり、その地下にある巨大な半球形の空洞、ジオフロと、本来は巨大な球場であるが、その89%が土砂に埋まった状態であるため、残りの11%という、わずかな空間に施設が置かれている内に、ナーブ本部が置かれ、都市の随所に、エヴァンゲリオンの射出口、並走ビル、 エヴァンゲリオンの武装の格納庫及び偽装砲台が設置されている。第3神道教師は、首都との戦いで度重なる被害を受け、最終的には、第23話で、綾波霊の操るエヴァンゲリオン霊号機の自爆により壊滅的な被害を受け、足の湖と繋がって水没した。その後、劇場版第25話において、戦略自衛隊による、 N 弾道弾の攻撃により完全に破壊され、ジオフロントが剥き出しにされた。新劇場半本編では、第三新東京市が建設された経緯は、語られていない。ただし、将来の首都移転先として、カモフラージュという点は、旧作と同じである。派の終盤で、第10首都の攻撃を受け、壊滅的な被害を受ける。最終的には、 ニアサードインパクトの爆心地となり破棄された。劇中では一部で第三新東京市という関数字を用いた表記が見られる。テレビアニメ版および劇場版での A 称は東京マイナス3だが新劇場版では東京 E とアラビア数字ではなくローマ数字が使用されている。英語版での名称はネオ東京マイナス3。 小松さ狂原作の SF 映画、さよならジュピター冒頭に登場する、長距離旅客宇宙船、東京 e にちなんでいる。非常事態宣言発令時には、並走関連施設を除くすべての建築物が、ジオフロント内部へと収容される。市街地には、イーバ・オーデネンスデポストラクチャー等、エヴァの作戦をサポートする設備が多数配されており、付近の山中には、 ミサイル発射装置や砲台が収納されている。ジオフロントへのアクセスは、インクラインやケーブルカー、カートレインで行くことができ、ナーブ職員らはそれらを使って、地上と行き来している。ジオフロントが地上と同じ機構を維持できるのは、アッシュの湖寄りに設置されている、就航システムビルによるものである。また、主人公のイカリ・シンジーランが通う、第三新東京市立、 1> 第1中学校2年に A 組には、エヴァンゲリオンのパイロット候補となる14歳の少年少女が集められているが、このことは、内部の一部の人間を除いて、本人たちにも極秘であった。市議会等の資業政機関は存在するが、実際には内部本部に設置されている、人工知能、スーパーコンピュータマギシステムによる決定事項を遂行する区物である。 警察に関しては、本編と同じく第三神道教師が、舞台のゲーム、名探偵エヴァンゲリオンでは、神奈川県内だが、警視庁と描かれたパトカーと警視庁の警察官が、登場した。エリア的に、神奈川県内だが、車のナンバープレートでは、山梨ナンバーが見受けられる。なお、新劇場版、序では、桂木ラ里のルノーのナンバープレートには、東と表記されている。 師匠は、一軸の葉。戦国元を中心に、五番路目上に新市街地が広がり、その周りを旧市街地が取り囲んでいる。新劇場版では、旧市街地には血を思わせる赤色に染まった緑地や、口ち果てた高層ビル群、地面に突き刺さった、電車等異様な光景が広がっている。死と襲来時には新市街地を構成する、ビル群は、ジオフロント内に収容されて、 天井都市を構成する。新市街地は人工地盤のブロックで構成されており、非常事態時にはロックボルトの破砕処置により、人工地盤ごとエヴァンゲリオンを収容可能である。新市街地には両側6車線の大規模な道路が縦横に走り、路面にはエヴァンゲリオン地上車室用エレベーター庫が設けられている。その地点にはイーバ車室口の表記がある。 また緊急時には路面を喫立させて、首都からの攻撃を防ぐ、防御壁、対電磁工波熱線防護飛べ返し寄贈甲板、ロバンギ型としても機能する。テレビアニメ版、第2話で見られる円形の長望は、金時山からのものであり、の特装版 DVD では、新金時山展望台とクレジットされて、紹介されている。次の写真は、箱根町。 戦国元の金時山からの眺望である。周辺は、現在の箱根とあまり変わらないが小田原には、昔の羽田、その北側に横浜、その東側に沸かす、そのまた東に川を挟んで中央防波堤、埋め立て処分場のような地形であることが、TV 版オープニングの画像らあかる。都市としての規模や人口、財政は、現在の東京23区より、かなり小さい。 第三神道教師の中心市街地は、戦国原周辺に限定されているが、行政範囲については明確にされていない。戦国原を中心とした半径3キロの地下にジオフロントが広がっており、箱根山外林山を越えて一部は、現在の御殿橋市にまで達している。そのため、御殿橋市の一部も、第三神道教師に含まれていると思われる。ジオフロント内の地下居住区も、 行政上は、第三新東京市に所属する。なお、足の湖南岸は、神奈川県足柄下郡旧箱根町となっている。第三新東京市の住人は、ナーブ勤務者とその家族などの関係者に限定されている。市内各所には、一般建築の他に、エヴァンゲリオンの戦闘を補助する建築物が多く存在する。建築式構想建築物を固定するために、 管抜き式施錠型第二安全装置やストラクチャー、基礎量固定用熱管、圧縁異行防抗式大型ロックボルトなど多くの特殊建築物が存在する。またエヴァンゲリオンの武器を収納しているイーバオーデネンス、デポストラクチャーなど、戦闘時直接使用するものもある。では、所在地は不明だが、国際環境機関法人、日本海洋生態系保存研究機構が、 赤く染まった海を青に戻すための研究施設として洋上に作られている。第三新東京市周辺には多くの公共交通機関がある。このうち鉄道は劇中に多く登場する。旧世紀版では第三新東京市第七環状線というモノレール路線が登場する。車体には JR のロゴが貼り付けられており運営しているのは 市ではなく、JR が直接行っていると推測される。また、第一話、首都、従来の冒頭では特別、非常事態宣言発令によって、全線運転休止となって、ホームに停車中のモノレール車両が登場するがどこの、事業者でどこの路線なのかは不明。旧世紀版では独特のデザインのモノレール車両が描かれていたが、新劇場版では、 非常に写実的なモノレール車両が描かれている CG。新劇場版では、第三新東京市高速鉄道第二環状線というモノレール路線が登場する。路線は、元箱根や戦国原、桃源台、ゴーラ、長尾峠を循環しているものと推測される。車両は、北九州モノレールの車両と同じ車両が使用されている。車体色は赤色に、 白色の帯と独自の塗装。車体前面部と側面には、第三新東京市の支障が貼り付けられている。新劇場版、派では新マナズル方面を結ぶ路線も登場しており、こちらには、玉都市モノレールの車両が使用されている。車体の前面には、第三新東京市新交通システムの車掌が貼り付けられている。同じく、新劇場版、 派ではンジが第二環状線に乗車中に第重師との進行によって日本政府より非常事態宣言が発令されたがこのように運行中に発令された場合は緊急条例に基づいて寄りの対比ステーションに対比する。旧世紀版、新劇場版とも箱根湯本駅に停車中の箱根登山鉄道の車両もハに計110号車が爆撃によって破壊されるシーンがある。 小田急電鉄の小田急ロマンスカーや、箱根登山鉄道も走っている。旧世紀版では新箱根湯本駅まで、リニア式、小田急ロマンスカー、犠牲に告示した車両が付設されており、第三新東京市と新厚木間を結ぶ、政府専用特別急行列車が運行されている。新劇場版には、新、中央線という路線が登場し、駅には、 第二新東京市方面と書かれた LED 案内表示があるが、長野県内の合里新川駅でのシーンである。車両は E231 系が使用されている。新、中央線で使用されている車両はオレンジ色の帯を巻いたカラーリングである。外見は中央線快速等で使用される E233 系に酷示している。車番はもは三一、e、231-1500であった。 劇中に登場する鉄道車両の多くが E231 系と DD51 であり、旅客用では E231 系のみが登場した。新劇場版の第3新東京市新交通システムの路線は次の通りである。また、新劇場版のその他の路線は次の通りである。作戦時にはエバショ号機が電車を吹き飛ばしながら走る場面があるが、 こちらに出てくる車両は E231 系の湘南色、均衡タイプと DD51 系、後術のカーゴトレインである E231 系には、グリーン車あるサロ E230E231 が連結されておらず、編成は15両編成を超えている。さらに、新劇場版のオープニングには、市街地に突き刺さる E231 系と思われる車両、 モノトーンカラーが出てくるが、こちらには、サロイ230と思われる車両が描かれている。なお、エヴァの世界では、セカンドインパクトによって、世界各地の沿岸都市は水没し、東京都心は、新型爆弾による攻撃で消滅している。そのため、エヴァとのコラボが行われた、テレビアニメ、新幹線変形ロボシンカリオン第31話では、熱海駅の路線図には、 東海道本線の起点は、東京都心は消滅しているため、東京駅ではなく、高津駅なっているが、これはあくまで、エヴァの世界観に基づいた設定である。また、ホラキ三姉妹によると、アトミ及び、第三新東京市から大宮へ行くには、山梨を経由しなければならず遠いらしい。ナ部ブ専用路線もいくつか存在する。新劇場版、ジ野の八島作戦では、 双子山増設変電所地上施設ネルフ専用鉄道下も双子山支線非電化という専用鉄道が登場する。用途は主に作戦時に必要な兵器や装置類の輸送に使用される。劇中では DD51 系ディーゼル機関車 DD51 から1028牽引の貨物列車が登場する。これに牽引される貨物車両は屋外型 275KV。 超高圧通常変圧機群を搭載した式 880B2 両、形大物車、車体は式802、黒字で車体にはナーブのロゴマークが貼り付けられている。同じくヤシマ作戦では五点バリニア本線というリニア軌道の引き込み線が登場する。こちらはエヴァの輸送専用軌道となっており、劇中では LM-133 エヴァンゲリオン。 輸送専用リニア軌道電動貨物というエヴァ専用の大型貨物車両自走式が登場する。他にも地上にある貨物駅からはジオフロント方面を結ぶカートレインが運転されている。ジオフロントの天井部には無数のリニアレールが付設されているが、それらは前日のカートレインやインクラインが走行するための線路である。ジオフロントへ向かうインクラインやケーブルカー。 カーゴトレインの路線もある、劇中では、戦国現地化中央へ行業 C-22、に特別急行列車と記されている。箱根山には、箱根ロープウェイ、武装タイプがあり、市街地と結ばれている。セカンドインパクトで水没した旧小田原市付近には、すすとも、発着可能な第三新東京国際空港、および新横須賀港が建設されている。また、 アシの湖にも国連軍艦艇が停泊している。新劇場版では街並みや交通機関、並走ビルの変形などが 3DCG により精密に描写されている。旧ではサードインパクトの影響で第三新東京市は壊滅し破棄された。ジオフロントはむき出しになり、大地や建物は赤く、小赤し、それに融合するかのように首のない赤い岩と、 思われる残骸や赤い十字架が点在している。居住していた市民がどうなったかは不明。低本企業によるエヴァ漫画版では、死と捕食により S 機関を獲得して制御不能になったエヴァ処方機を再捕獲するのに都市の並走システムが使用されており、もともとエヴァ制御のためのシステムであったことが示唆されている。ゲーム、スーパーロボット対戦シリーズでは、 ほとんどの作品で東京が健在であるため名称が第二新東京市となっている原作の第二新東京市は存在していない第三新東京市として本格的に登場したのはラーゼフォンとの兼ね合いで東京に絶対障壁ができて外界と隔離されていたスーパーロボット対戦 MX からであったまた第三次スーパーロボット対戦ァ終焉の銀河へでは スーパーロボット対戦アルフーで第二神童教師が消滅したためエンディングにて第三神童教師に民間人に戻ったンジたちが引っ越してくる写しがあるナーブ関連の設備が存在するのかは不明。また MX 以外のシリーズでは東京から戦闘する理由は主にマジンガー Z やゲッターロボ等のスーパーロボットの適勢力の攻撃。目は適正力と東京で 最終決戦を行ったための被害が原因とされている。第3次スーパーロボット対戦 Z では時空振動によって転移してきた都市が転移先の世界にすでに第2神童教師が存在していたために第3神童教師という名称に決まったとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。